はい、どうも皆さん、こんにちは、みです。今回からポータルナイツというゲームをやっていきたいと思います。このゲームですね、Steam の方で配信されておりまして、今までね、こう、英語版しかなかったんですけど、日本語版になったということで、前々からね、気になってたゲームなんでやっていきたいかなと。で、どういったゲームなのかと言いますと、マインクラフトっぽい、こう、ブロックでできた世界で、いろいろね、アクション要素強めの、ゲームとなっております。では、キャラクタークリエイトから行きましょう。男性で階級っていうのが選べて、戦士とか、レンジャー、メイジという風に選べます。まあ、この辺は結構ありがちな選択なんですけど、戦士をいつもね、選ぶんですけど、マジで選んだことのないようなメイジで行こうかなと。まあ、こういうゲームで絶対選ぶとしたら戦士なんですけど、メイジで行ってみようかなと。うん。絶対、いつもの私だったら選ばないんですけどね。これで行きましょう。さあ、キャラクターは適当に作っていきましょう。さあ、このキャラクターでやっていきましょう。こう、ワニっぽい感じね、この。このワニっぽさ。作ろうってなわけで、プレイを押します。で、ユニバースを選択っていうことで、こちらね、セーブデータ的なものなんですけど、こちら消そう。うん、これ消して、はい、新しく。ユニバースっていう、こう、世界の名前も付けられるんですけど、これ何でもいいんだよね、正直。うん、ワニでいいね、ワニで。はい。作成。来ました。さあ、お？忘れ去られたかつての日々。世界は平和で完全だった。しかし、破滅が訪れ、王国を引き裂いた。今日、全く異なる土地をつなぎ止めているのは、古のポータルだ。そしてそれらは暗闇で繁栄する、強欲な者たちがにより守られている。者たちがにより守られている。ポータルに光を取り戻し、平和な王国を再び結びつけてくれるヒーローを世の中は待ち望んでいる。ほう。それが、私ってことかな？お！なんやこれ。ほ、ドラえもんの、タイムマシンで行くときみたいな。お、平和の丘レベル1、新しい場所。はいはいはい、来ました。こういう感じなんですよ。ブロックでできた世界。で、かなりね、この、なんて言うんだろう。太陽の影とかもあって、かなりグラフィック的には高い感じですね。さあ、この辺のちょっとチュートリアルをやって、B ボタンを押してバックパックを開き、弱いヒーリングポーションをアクションバーに追加。ポン。はいはい。で、マウスの中央ボタンを押して、一人称視点と三人称視点を切り替える。そこで一人称してもいけんだよね。あ、こういう感じでメイジは使えますね。あ、いいね、メイジ。かなり遠距離攻撃使えるね。で、あとはマウスの左ボタンを使って武器で敵を攻撃すると。あ、これメイジ持ってる武器も一応耐久力があるんですね。で、こういう感じでスライムがいるので、FPS は見づらいな。こういう感じに、よいしょ、ちょっと周りがね、変わってる、くれますよ。ほいほいほい、オッケー。さあ倒した。あいつも攻撃するとこれ自動的にロックオンになりますね。あ、メイジ強いね、これ。よいしょ。練習編ではね、一応、練習編というか練習では、剣士を使ったんですけど、メイジいいな。うん、かなりいいね。さあ。で、次が、ポータルのかけらもね、集まりました。で、ポータルっていうのがこれですね。ここにこの青い結晶、まあ、さっき手に入れたブロックを組み合わせたものを置くことによって、これですね。このポータルストーン。これを作って、で、さらにですよ。さらに、これちょっと受け取って、ここにセットして、で、これを、こうやってね、変えて、ここにポンと。まあ、あと3つ置けばポータルが使えるようになるっていう感じですね。よいしょ。さあさあさあ。で、残りのクエストをクリアする。お？カカシだ。これは、ハロイド。あ、壊せそうだけど、だいぶ時間かかるな。やめようやめよう。わ、いろいろあるね、なんか。さあ、この、城みたいな、城が壊れたみたいなとこから行ってみようか。こういう狭いところは FPS 視点でもね、いけます。うわ、眩しい。眩しい、この、雷。さあ、下に、だいぶ下来たよ、これ。重厚な扉がありますね。開ける。
何もいないぞ。あ、いる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 、ちょっと待って。ヘイ、テイ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 、あれ。ヘイ、テイ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 。いや、見づらい FPS。ちょっと、離れて離れて離れて、危ない危ない危ない。危ない、よしよしよし。テイ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 。テイ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 。あ、いけるいける。よし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 。これ結構序盤にしてはレアなアイテムとかだったりするのかな。この瓶とかも壊して、中にある研ぎ石とかね。よいしょ。あ、ハート取れる。ちょっとゼルダの伝説っぽいような要素も含まれてるんで、かなりね、なんていうか、懐かしい感じがするっていうかね。うん、ゼルダの伝説かなりやってましたから、私。よいしょ。あれ、これなんだ。これ取れない。こういう壁とかも、ヒビがね、入ってくると、壊せるっぽいんですけど、あ、壊せるね。魔法で普通に壊せますね。赤い石のレンガブロック。よいしょ。研ぎ石。お、これは?また研ぎ石か。さあ、ここをオープンして、あ!なんだ、棺みたいなのある。看板読めるね。ここまで到達した勇気ある冒険家はそれに値する宝を手にすべきだ、ということで、いただいておきますか、これ。あれ?なにこれ?あー、来た来た来た。お!エレクトロオーツ、弱いヒーリングポーションと綿?綿?綿か。と青いポータルストーンのかけら。麺だよね、あれ、漢字、ちょっと。漢字。たまにさ、ああいう普通に読めそうな漢字出てくるけど読めない時ってあるよね。うん、ちょっと焦るっていう。さあ、研ぎ石ゲットして、この辺の壺もね、壊して。この青いのは何なの?あ、これ魔力ゲージかな?ハートの下にある。ただ、特に魔力ゲージを使う、よいしょ。ことは何もないね。よしよし、こんな感じでね、ブロックをポンポンと置いて、いけないところを行けるようにしたりとかできます。いやー、あ、この階段ももう、スペースを押さなくても勝手に上がってくれますね。いいね、いいね、いいね。あとのクエストは、よいしょ。あー、いい、これ外が明るい。多分このオレンジの光の下にクエストがあると思うんですけど、ここだ。マウスの左ボタンを長押しし、石のブロックを採掘しようってなわけで、ほい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 。さあ来た。石のブロックを採掘したぞ。よいしょ。ちょっとあと3つぐらい取っておこう。あと2つ。よいしょ。これ取っておいて。あれ?奥に棺ある。ちょっと待って、敵来てる。ガサガサ落としてる。とりあえず、作ってみますか。石のつるはし。石ブロックがもう1個必要で、木が必要だね。よいしょ。ここの石ブロック取って、あ、あ、壊しちゃった。壊しちゃった。早く早く。木のブロック。これだ。木を壊して、魔法で何でもかんでも壊しちゃってるな、今。よいしょ。で、ツルハシがあれば、これ取りに来て、これをセットすると。ほい。オッケー。で、こいつをうまいこと使っていけば、あ、3発で壊せる。よーし、だいぶいろいろゲットできたぞ。ちょっと余分に石も取っておきますか。よいしょ。あ、ポータルストーンのかけら石からも取れんだ。マジか、敵倒さなくていいじゃん、これ。よーし。お、110XP、レベルが半分まで来ましたね。もうちょっとで上がる。で、これが、麺なんですよ。この麺がね、よいしょ。最初の布系の装備を作るときに必要なんで、取っておこうということですよ。で、あとは、オレンジの光、ここだね。ここになんかある、ダンジョンタワーっていうのが書いてあるけど、多分ここだね。よいしょ。お邪魔しまーす。入れない。ぶっ壊して。よしよしよし。上かな?お。ほい。島全体をもっとよく見渡せるような展望台を見つけよう。あー、展望台か。特にないよね。あれ、ここ今行ったところかな?今行ったところっぽいよね、なんか、さっき。危ない、落ちるぞ、これ。ダンジョンタワー。ここ今、さっき行ったよね。よいしょ。あ、行ってますよね。よいしょ。さあ、戻ろう、戻ろう。残りのクエスト、あと1個か。ってことは、ポータルのクエストをクリアすればいいのかな。なんか、E が光ってるけど、なんか作れる。あ、青いポータルストーンいっぱい作れるね。よし。3つゲットして、おっと、これなんだ?平和の丘。旅に出る。はぁ。あ、こんな感じでいろいろ世界があるんだ。あ、結構あるね、マップ。
おー、これなんだ。基地パッド。着地パッドに戻る。あ、おい、ちょちょちょ。お、あ、最初のとこか。あー、ああいう感じで地下に入ってもすぐ戻ってこれるんだ。おー、これは今後かなり使えそうだね。ここは平和の丘、綿花農場。綿花農場ではポータルナイトたちはアーマーや服をクラフトできる。ってなわけで、さあ来ました。あ、壊された作業台がある。丸太4つで直せるね。丸太か。これとか壊したら丸太出てくんじゃない？いや、磨かれた木のブロックか。よいしょ。他にもクエストがいろいろ書いてありますね。ああ、いっぱい木のブロックゲットした。よし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 。箱を除去しようと、磨かれた木のブロックを5個配置して、古い農家を再構築しよう、再建築しよう。ってなわけなんで、これだよね。今手に入れたこれを、この辺に置いていけばいいってことかな？あ、これ楽しいな。ポン。で、あとは、そうだな、ここは、ポン、ポン。あ、クリアした。これだ、ここだけでいいの、直すとこ。あー、どうせならもっと全体的にね、こう、ポン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 直していきたい感じだ、これ。あー、いいね。楽しいな、これ。建築好きの私としてはね。よいしょ。かなりこれ、燃やされますね、闘争心というか。さあ、壁はとりあえず囲ったぞ。で、木を取ってきて、作業台を直せということなんで、はいはい、木をこんな感じで取って、で、これ、麺も後々使うので、麺取っておきましょう。勝手に人んちの、人んちの、あ、これトウモロコシみたいなの入ってる。トウモロコシ、あ、麦か。よいしょ。さあ、麺か。これね、かなり、一ブロックから色々取れるんですよね。麺の種とかね。これは？あ、これかなり、いいね、いいね、いいね。磨かれたブロック入ってる。後々自分の家とかも作ることになるかもしれないんで、今のうち取っておこう。さあ、来た来た来た。よいしょ。アップグレイズ。お、ほわーん。来たー。これで、アップグレードして壊れた作業台を修復すということで、見習いの服。見習いの服は、ね、さっき手に入れてきた綿の布。違う、綿を使って綿の布をね、はい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 、と作りまして、はい、作った7個。で、これを使って、こちら、見習いの服を作ります。ポン。な、手袋とかもいけんじゃん。クエストにないけど、手袋とかもじゃあ作っときましょうか。よし、ポン。頭巾も作れる。あ、レギンスもいけるな。レギンスもいけるね。オッケー。さ、だいぶ取れたけど、これを、装備しようということで、これかな？あ、来た。で、これを多分、こう、あ、こっちにポン。こっちにポン。ワンクリックでいけないのかな？シフト押しながら。あ、いけないな。ポン。あ、装備整ったぞ、これ。よしよし、いいね。幸先いいよ。ただ、よいしょ。もうこれぶっ壊れるね。ほい。ぶっ壊れそうなので、これはね、あ、ゴミ箱ある。ゴミ箱にインしといて、あと、石のつるはし作っといて、武器、どれだろう？これか、電気見習いウィンドウ。エレクトロオーツ。うわ、木の剣とかこれ、木だけで作れんだけど、これ魔術師だけはこのエレクトロオーツってやつが必要なんだ。あー、そうなるとちょっと今後難しいかもしれん。あ、でもエレクトロオーツ一応2個ぐらい持ってるので、いけるかな？ちょっとこれ、あれ。取りに来てっていう風に出てなかった。あ、出てる。オッケー。これで、木を切って、ちょっと武器をね、予備作っといて、そっから行こう。うわ、夜ってやっぱり敵いっぱい出てくんのかな、これ。マジか。さあ、ここで武器を、あれ？必要なもの作業台。あ、作業台があるところでしか作れないんだ。てなわけで、こっちに戻って、よいしょ。作業台から、来た。オーケー、来ました。これを予備で持っておくと。うん、壊れそうだしね。あとは、ポータルを4個配置して、ポータルをくぐり抜けて、このチュートリアルの島クリアとなりますね。ポータルの石は、もう1個ぐらい作れるのかな？作れないね。とりあえず、
この三つあればさっき一個はめたんで足りるでしょ。よいしょ。スライムがいる。ポン、ポン、ポン。来た。外への道が開かれた。お、気をつけろ。侵略者は怒りに満たされた。え？何それ？怖いんだけど、ちょっと。FPS 視点で見るとこんな感じ。まがまがしいね。あそこにスライムいる。さあ、行きましょうか。Go to heaven! 来た。旅行者。実績解除しました。お、またもや、次元を超えて、みたいな。あー、ポワポワしてるね。さあ、来た。お、なんて読むのこれ。粉塵の山脈？粉系の山脈？砂漠ですね。サボテンが生えてる。サボテン壊してアイテムカバ？あ、一応種がゲットできるね。この辺の鉱石は？これなんだ。鉱石多分レアでしょ、これ。ツルハシで。あ、銅鉱石取れた。おー、これは、マイクラで言うところの、鉄くらいな感じかな。最初の方にゲットできる。とりあえずゲットしとこう。適当に。さあ。クエストの表示がもうなくなったんで、こっからはあと自由に探索という感じでしょうか。あ、うわ、なんか敵強そうなのいるぞ、これ。あ、来た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 、ちょっと。オーク来た、オーク来た。あ、でも、普通に戦える。あ、ちょっと危ない。シフトで、これ、でんぐり返しできますね。あ、ちょっと、あいつなんだ。怒った。頭おかしくした。オッケー倒した。さあ、いろいろゲット中。意外とレベルが上がんないぞ。うわ、ちょっと待って、こいつ強そう。うわ、強え、強え、強え、ちょっと待って。やべ、武器が壊れた。あちゃあちゃあ、武器壊れても一応使えはできるね。使うことはできますけど。死にそうなんだけど。死にそう、死にそう。あ、ポーション、ポーションありがとう。これで戦うか。あ、ちょ、じじじじじじ、やばいやばい。ポーション、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 ポーション使えない。あちゃあす。こっからだ。ただ魔力ゲージもなくなってるぞ、半分。マジか、これ。これ結構厳しいな。よいしょ。レベル上げたいけどね、どうやったら敵をいっぱい倒すしかないのかな。よしよしよし。よし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 。これは強い。遠距離は強い。IT。オッケー。よしよしよし。あ、来た。ポータルストーン。またもや別の世界に行くためのポータル。行っていい。後ろに避けちゃダメだな。横に避けないと。よし、ポーチョン、ポーチャー、ポーチャー、ポーチャー、チャンスチャンス。オッケー。こいつ、めっちゃ近づいてくんだけど、あの鎌みたいなで、やられたら一も打診だ、これ。オッケー。よし。お、松明がゲットできたましたね。できた。さ、松明は、設置はできるのかな？あ、できるできる。敵今送り込まれてなかった？え、めっちゃ敵いんじゃん。これちょっと待て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 。危ねえ。死ぬ、これ。ここに行こう。ここは何だろう。入り口はないぞ。何のオブジェだ、これ。建物的なものがね、あればいいんですけど、なさそうだよね。こっちは。いや、めっちゃ敵いんだけど、火だるま。火だるまじゃん。俺火だるましかいねえんだけど、やべえ。死ぬぞ、これ。よいしょ。だいぶ火だるましかいない。ほんと。遠すぎ？遠すぎか、これ。その辺は？遠すぎか。遠すぎるとね、攻撃も当たんないんですよ。ってなわけで、ちょっとこっちの方に移動しておいて、ここ上、オッケー。この上から、よし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 。いやでもあいつも遠距離攻撃してくんだ、そういえば。あれ当たってない。FPS じゃないとやりにくいな、ここは。ほ、かわして。OK。あー。よし、いいね。遠距離遠距離遠距離。これ魔術師強いね、普通に。ただ敵もかなり。もう序盤だけどね、序盤だけど強い。夜だからかな、多分。夜だからこういう強いやつがいっぱいいる。ダチャチャツ！いや、もう一体一手倒していくしかないぞ、これ。ほっ、かわして。あれ？あ、昇天した。
朝だからだ。お、あそこにポータルがあるね。とりあえずポータルの鉱石を集めてってことか。あ、エレクトロウォーツ、これがあれば、よいしょ、魔法の杖作れるね。予備が、あの野郎、不機嫌のオーク、テイ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 、あ、ちょっといて、テイ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 、え、なんか、なんかいる、なんかいる、キモい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 な、いるキモいな、いる、溶岩ウジ虫、溶岩ウジ虫、イモムシとかじゃないんだね、ウジ虫なんだ余計気持ち悪いんだけど。ふう、これを取っておこう。エレクトロオーツ、よしよし。上級の武器を作りたいんだけどね、まだ序盤だから無理だと思うんですけど、これ以上ないのかな、これ以上、今後多分アンロックされていくのかな。で、ここに当てはめるための鉱石を集めないと。ポータルのかけらだよね、これ。これが3つ作れんのかな。あ、3つ作れるね。てなわけで、あと3つ必要ということですね。よいしょ、ここだ。とりあえずこのポータルを作って次のところに進むっていうのが、このゲームの目標というか、そういう感じなんですかね。街みたいなないのかな、人がいる街みたいな。この先にあるのかもしれない。よいしょ、よしよしよし。あ、だいぶあるな、エレクトロウォーツ。これだけあれば大丈夫だ。お、なんか怪しい、怪しい、なんだこれ、洞窟じゃないな、ただの怪しいとこだった。敵を倒して、あ、エレクトロウォーツめっちゃあるやん。あ、うわ、骸骨野郎いる。倒そう倒そう。レベルもそろそろ2になんないと。ほい、かわして、ほい、あ、ちょっと、ほい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 、こいつなんかさ、暴れ出すんだけど、これどうしたらいいの？なんで暴れ出すの？オッケー。よし、ポータルストーン。倒れた大地主。いっていい。あ、めっちゃ近づいてくる、こいつ。あ、溶岩ウジ虫。溶岩ウジ虫いるよ。ちょっと、あ、杖壊れてる。壊れた杖で頑張るしかねえな。オッケー。ほっ。レベルアップした。てい、てい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 。あ、ちょぱい。オッケー。よし。レベル2になりましたね。レベルが上がったことによって、何か、あ、これかな？これだ。お！全体的に3上がった。魔法の心、インテリジェンスを 30% 増やす。うわ、レベルこんなあるんだね。30まである。魔女の間近い、クリティカルストライク与えるととかあるけど。クリティカルストライクって何？まあ、そういうレベルですよね、最初だから。よいしょ。あー、作業台がないと厳しいな。作業台を作ろう。あれ、木生えてるかな、ここ。あれ？木生えてなくね？あ？あ、そこになんか入り口がある。気づかなかった。ここ行こう。よいしょ。うーわ。あー、ちょっとこれ武器なしじゃいけねえだろ。作業台作んねえと。木がねえよね、でも。サボテンが木の代わりになったり。あ、いる。あ、いるいるいる。カメ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 。おぉ、行って。あの野郎。これどうする？壊れたやつさっき捨てちゃったよ。もうこれで頑張るしか。痛い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 。ツルハシツルハシツルハシ。ツルハシで頑張れ。ツルハシで頑張れ。ツルハシで殴るしかねえもん、これ。てい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 。後ろはサボテン、前はツルハシ。行ってやっ。ポーション飲んで。ポーションもあんまないぞ、これ。ていてい。せい、痛い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 。ふ、勝った。ちょっとやめよう、やめよう。こいつ倒したの多分何も出てこねえ。とりあえずこの洞窟の先に行って、なんかあるかを見てこよう。死んでも特にペナルティ的にはないでしょ。体力減るだけ。あ、え、なにこれ。固定キー、固定キーいいから、マジで。固定キー、あ、死ぬ。固定キーありがちだよね、多分。ゲーム実況者ならね、誰でも一回は経験した。ちょっと、いてててここ廃校かな。棺あった、棺あった。壊せ壊せ壊せ。オッケー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 。オッケーオッケーオッケー。逃げろ逃げろ逃げろ。逃げろ逃げろ。あんまりシフト押すとまた固定キーなんちゃらってなるから。よし。オッケーオッケーオッケー。あ、ポーション、ポーションゲットしてた。
よかったー。銅板ブロック。銅板ブロックこれレアじゃない？かなり。いや。なんかぐっちゃぐちゃなんだけども。木がないとね、とにかく木がないとダメだ。てなわけで、木はどこ？これサボテンが木の代わりになったりってことではないと思うんだけどね。ではないね。水取れる。はぁ、水取れんのこれ。この植物。うわ、ヨガムシムシとカメ。危ない危ない危ない。来たとこどこだろう？来たとこに戻りたい。あ、ここ最初の島、戻れるね。旅に出る。旅に出れるね、これ。うん、木がないから、ここにもう一回戻って、木を取ってきて、みたいなね。さあ、またここの次元を通って、平和の丘レベル1。夜かーい。あ、C ボタンを押して、スキルを分配しろって出てますね。何を分配、あ、魔法の心、インテリジェンスの 30%。やった。インテリジェンス増えた。のー。とりあえず、この農家みたいな、ここをね、自分の拠点にした方がいいのかもしれん、これ。木とかちゃんと植えて、いや、なんかいるもん、こっちにも。こっちにもなんかいる、いっぱいなんだ、これ。ドラゴンの子供みたいないる。とりあえず木を切ってだね。よしよしよし。木を切って、あ、作業台ネット作れないんだ。そうそうそう、作業台。ほい、ほい、ほい。よし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 。こっちに帰ってきた。さあ、作業台を使って、電気ウィンドウを作って、これを装備する。オッケー、これ壊れたやつは捨てる。よし。これでちょっとあの、青いやつ倒そう。青いやつ倒して今回終わろう。あ、危ねえ。やばい、後ろにいる。なんやなんやなんやこいつ。敵いすぎだろこれ。あ、やばい、見えない。いやー。ふっは。下の洞窟空洞ないと。勝った。てい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 。オレンジのスライム、オッケー。いろいろと倒した。あ、こっちの世界でポータルストーンを集めて、砂漠のところのポータルにはめればいいんじゃない？それありなのかな？でもそうすればかなり効率的に進むことができますよね。ポータルストーン。うん、まだここで集められるなら、集められるだけ集めて、あ、ミスった、今飲んじゃった。うん、こういう麺とかね、木とかいっぱい取って、よしよしよし。ドラゴンみたいないる。こいつ倒してちょっと今回終わろうか。パート1は。エメラルドのオーム。ていてい、いや、こいつめっちゃ強い可能性ある。なんで電話かかってきた。電話かかってきた。よし、倒した。まあ、そんなわけでね、ポータルナイトこれから実況していきたいと思いますので、またね、いつも通り攻略を見ずにね、やっていきたいと思いますので、アドバイス等々あれば、コメント、お願いいたします。そんなわけでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお願いします。